一方、コロナ収束後の生活環境づくりについて県に提言する県議会の特別委員会が開かれ提言案が固まりました県議会のアフターコロナ生活環境づくり特別委員会ではこれまで5回の会合で県の担当部署や専門家からコロナ禍の現状や予想される社会の変化などについて聞き取りをしてきました 今日は8項目の提言案について意見を交わし生活・行動様式の変化に合わせた新たな価値観への対応を冒頭に掲げ金融支援や雇用改善といった経済活動の再生に向けた対策などが挙げられました最終の報告書と提言は2月定例会で示される予定です